社会に揉まれる前の純粋さとかがあるから少女たちを描きたいっていうのもある。汚れなき少女たちが抱える闇を描くジャーナリズムアート。ブレイクベイヤー、世界に認められるその日のために、次世代の芸術家たち、本郷美術骨董館の提供でお送りします。今回の次世代芸術家は画家ハムスターの息子に生まれてよかった。幼少期に経験した辛い思い出が今の画家への道を示したと語る彼女。そこにあった必然と使命を持って描き続けるものとは。最初絵を描き始めたきっかけは、自分が言語化できなかったよう なんか複雑な感情とか、すごい閉ざしてた部分とかを大人になってから思い返して、この時はこういう風に辛かったよねっていうのを、なんかセラピー的な感じで最初は自然に絵を描いてたっていうのがきっかけだったんですよ。そこからどんどん展開していって、そう、少女とかをすごい取り扱うように自然になってます。言語ではなく絵画、自己表現として用いられたツールはいつしか社会を映し始めるものに。差別とか偏見とか、そういう虐待とか、そういう重いテーマが多いんですけど、そういうのってメディアに取り上げられたりとかする時ってすごい重く書かれたりとか、あと私たちを違う遠い存在に書かれることが多いなと思うんですけど、すごい身近に当たり前にあるから、日常の中に紛れてるものだからこそ、重いものだけど特別視してほしくないっていう気持ちがあって、すごい自然に絵に描いている感じですね。誰しもの身近にある現実、しかし彼女が描くもう一つ先の未来とは。偏った、例えば愛情のかけられ方をした子たちが大人になった時に、それが当たり前に育ってるから同じことをきっと繰り返してしまうから、で、自分が正しいと思って愛情をかけたとして、それは旗から見た時に歪んで見えるから、だからなんかちょっと不気味な感じを与えるかもしれないです。少女たちを通して問いかける、そんなハムスターの息子に生まれてよかったのブレイク前夜。自分の身近な人たちの聞いたことを書いてたっていうのはあったんですよ。だからもっといろんな場所に取材に行って、なんか自分から想像つかないような人たちを知っていって、どんどん書ける幅を広げていきたいなと思ってます。美を次の世代へ。27人のあらゆる分野の鑑定士があなたのお手伝いをいたします。東大赤門前、本郷美術骨董館。次週は神仏画家尾長雪乃のブレイク前夜。本郷美術骨董館の提供でお送りしました。